それでは本日スターダストコンサート3日目の第2ステージの方に行きたいと思います。第2ステージはロードスターズの皆さんです。オリジナルのメンバーの方は4名でいらっしゃいますが、2009年に結成されまして、最近やっと阿吽の呼吸で演奏できるようになったとリーダーの星野さんがおっしゃっています。先生、はい、阿吽じゃなくて合わないなんだかなまあね、とっても皆さん仲がよろしくて、そんなことを言いながら楽しく皆さんのよくご存知の曲を演奏していただけるんではないでしょうか。またオリジナルのナンバーも皆さんお耳にされたことがおありではないかなと思います。星野さんの渋いボーカルで皆さんの心に届けていただきたいなと思います。本日はカフォンのマサさん、ちゃんと挨拶して間違えてね、参加されてまして、はい、そしてまたスペシャルゲストも途中から入っていただけるようですので、それでは最後まで皆さん応援してあげてください。ロードスターズのメサさん、よろしくお願いします。昔は世の助バンドとか言われてまして、先ほど言ったフォーキッサでね、伴奏を第3土曜日に、浜町の方でやってるんですけども、先生、世の助バンドってことで09年のですね、9年の10月30日
第1回目の合同音楽祭で台風が来ちゃってですね、あの合同小学校でやったんですけど、その時初めて与之助バンドっていう名前で初めて演奏したのが曲なんですね。ということで思い出深い曲ですというところで、はい、初心を忘れずにですね、今日もやってみたいと思います。はい、皆さんが知っている曲たくさんね、この後やりますので、よろしくお願いいたします。よろしいですか。で2曲目ですけども、見上げてごらん、夜の星をということで、サウンド Q さんとかですね、フォーリブさんがやってると思うんですが、今日はですね、この曲ともう一曲、スターダソーってことですね、スター、星がつく曲、2曲続けていきたいと思いますが、よろしいですか。そうなんです、星シリーズでね、そう、ちゃんとね、私考えて選曲してますから、一応これでもよろしくお願いします。これも皆さんね、ご存知だと思うので、よろしかったら一緒に歌ってください。よろしくお願いします。じゃあ星野さん、よろしくお願いします。小さな光が刺さる
テキストで言ってるちょっと時間かかったんですね。昔はこういうことなかったんですけどね、最近はこういうことちょっと暗いけど、すいません、少々お待ちください。本当は大きいしか見えない。それは明るさ関係ないよね。それはね、ただ年にも重ねたってことだ。ですね、この後ですね、もう一曲星シリーズということで、夜空の星ということで、ありがとうございます。今、ゆっくりした曲だったんですけどね、スローテンポだったんですけど、今度はグループサウンドの曲で、夜空の星、さやかゆうぞうさんですかね、この曲で盛り上がってみたいと思います。もう皆さんイルミネーション一回見てきたんですかね。だいぶ寒くなってきましたけどね、ここで一回暖を取っていただいて温まって、また見て行って帰って、今日は良かったということで、皆さんね、私たち皆さん帰らないような演奏を頑張ってやりたいと思いますので、はい、皆さん温かい目を持って、ありがとうございます。ありがとうございます。まあこんな感じで今やってますけどね、はい。老眼鏡来ました、大丈夫ですか。あ、大丈夫、あ、これ動いてるね。はい、大丈夫ですね。はい、じゃあそれでは、加山雄三さんの曲で夜空の星、じゃあベースから。皆さん手拍子とかありがとうございます。皆さん乗っていただけましたでしょうかね。ありがとうございました。結構ね、早い曲は私たち疲れちゃうんで、次の曲はですね、ゆっくりした曲ですね。これはスペシャルゲスト、今日トランペットですね、入りますんで、ニューフィールディングオーケストラがですね、トランペット、矢島博士とですね、静香勇います。じゃあどうぞ、失礼します。本日は本当お忙しいところありがとうございますね。ありがとうございます。衣装の方も今日はクリスマスらしくというか、これがニューフィードリオンの正式なんですけども、赤ブレザーでね、やっていただきますけども。そうですね、まあ、クリスマスなんてなんかコラボできないかなと考えましてね。そうですね。で、やる曲なんですけどもね、北の国からという曲なんですけど、さだまさしさんの曲ですね。で、1曲なんか皆さんで歌える曲をってこと言われたんですけど、考えたんですけどね、この曲でしたら、あーとうーとえでしたっけね。3つぐらい言えばいいんで、長あるんですよ。長でしたっけ。4つも3つも名前なんですけど、まあ、そんなことで一緒にハモれるという感じで、
やりたいと思います。でこの曲なんですけどもね、1982年、今から34年なんですよね。皆さん何歳ぐらいかちょっと分かんないですけど、あえて突っ込みませんけども、でニューフィードビューの今日2人来ていただきますけども、結成ちょうどね1982年なんですよね。藤塚さんオリジナルメンバーですよね、結成当時。34年いろいろあったと思いますけど、たまにはこういうこともね、あると思います、ね、今日はどうもありがとうございます。田中邦衛さん、あれ？あ、田中さんだ。口だけは田中さんだけど。よろしいですか。あ、星野さん着替えたのね。ありがとうございます。似合ってます、なかなか。それでなんか、北海道の富良野行ってね、すぐ働いちゃう、畑いちゃうみたいな感じですよね。いいですかね。はい、ありがとうございました。やっぱ北海道の冬はね、つらいです、寒いです。でも春になれば、ラベンダーが、明るいラベンダーがね、見られますんでね、いろいろとあると思いますが、ご準備はよろしいでしょうか。それでは皆さん聞いてください。北のベリーから、やりたいと思います。じゃあリーダーよろしく。ゆっくりめに。
はい、どうもありがとうございました。トランペット八島ひろし、インスタ、ギターで、あ、ご主人でございます。ありがとうございました。トランペットですね、この後一回下がっていただいてですね、もう一度、今度盛り上がる曲ですね、リズム曲でやっていただきます。一旦トランペットは下がりますというところですね。ここで特別企画ですね。ここで女性のボーカルが入ります。皆さんね、音ばっかりだからつまんないかなと思ったと思うんですけど、やろうばっかりしてね、ここでスペシャルゲストお招きしたいと思います。ステラサドミスペシャルゲストではないんですけどまあ、この企画として、今まで3回やってまいりましたけど、ほとんど女性が1人ぐらいは入っていらっしゃったんですね。で、本日は女性がいらっしゃらないということで、だったら、最初に演奏していただいた清水さんも1曲、それでこちらのロードスターズさんの方でも1曲歌わせてもらっちゃうじゃないかということで、日頃はちょっとラテンを歌ってるんですけれども、皆さんのよくご存知な先ほどのね、あの北の国からを聴いていらっしゃると、だんだん涙がこう浮かんできそうな、そんな感じしませんでしたか。ということで、沖縄の民謡に似ているようなリズム、灘草草の方を歌わせていただきますので、皆さんもご一緒にどうぞお歌いいただければと思います。お出迎え、練習でしたんじゃない、大丈夫だったね、心地いい音楽です。大丈夫、覚えてるんですね。はい、じゃあ行きましょうか。皆さんご一緒に。ワン、ツー、スリー、フォー。
尺に沿ったちょっと予算の関係で呼べなかったんで、今日はダミーですけどね、お楽しみいただきましたでしょうか。佐藤さん、どうもありがとうございました。本当に失礼いたしました。それではご覧ください。どうぞ楽しい演奏をお楽しみください。ここまで皆さんしてくれたんですが、僭越ながらですね、ここからはまずは1曲、リーダーこと増田仁志のオリジナルをやらせていただきます。曲名はですね、ゾンデンバを聴きながらという曲なんですが、またの題名はですね、足利万歳曲でございます。増田さんね、足利出身なんですけども、足利の綺麗な情景ですよね。渡良瀬橋とか、織姫公園、万奈寺じゃなかったですね、失礼しましたね。森高千里ですね、渡良瀬橋ってあるんですけども、あれをひそかに超えるヒットになってますんで、皆さんぜひとも応援のほどよろしくお願いいたします。ジョン・デンバーを聞いて足利で車で運転してたんですか、これ情景は。その年がね、すごい暑い猛暑で、いつの間にか仕事帰り気持ちいい田中橋を毎日渡って、あ、今日はそういうことクワッと涼しいなっていう方を思って、あ、蝉の声も全部つながってくるんですよね。これ言ったんですよ、気持ちいい時になんとなくできた。ああ、ジョン・デンバーを聴きながら、あ、そうそう、バックホームアゲンって曲が好きなんです。カントリーロードとか有名なんですけどね。あとサンシャイン、お前するだとか。ああ、いや、いつも俺ジョン・デンバーって言ってて、なんでジョン・デンバーだなって。ああ、今分かって、初めて分かりました。ビバホームゲインと同じように帰る、こうなんていうの、聖地の思い感じで、そんな感じ。なるほど、勉強になりました。デンバーで知らなくてごめんなさい、ありがとうございました。ということで、じゃあ増田仁志のみんなで聞いてください。ジョン・デンバーを聞きながら。
されるよね。起きてください。あ、するんだ。メンバーを聞きながら松田仁志、いい曲でしたね。松田さん、かっこいいよ。なんか熱狂的なファンだから。ありがとうございます。いろいろ声でいいですね。続きましてですね、もう一曲オリジナルをですね、お付き合いください。今度はですね、星野幸則。先ほど北の国からで、田中邦衛の真似してましたけど、本当は。ちゃんと歌を作るんです。本当は失礼ですよね。題名はですね、いい人生という曲ですね。この曲なんですけども、奥さんに捧げる曲かな。人生に感謝の曲。懺悔ですか。普段奥さんに対してなかなかお礼を言えないので、この歌に託して日頃のお礼を言っていると、本人はこの間申しておりました。合ってますよね、おしさんね、はい、結構シャイなんですね、こういうのね。普段は大工さんで、トンテンカやってると思うんですけど、トンテンカ、トンテンカ、大工さん、トンテンカ、トンカチでしょ、トンカチ、トンテンカ、トンチンカ、大工さんって言ったら危ないですよね。ちょっと昼間はちゃんとノコギリ引いてます。あ、そうですね、ギコギコやってるんですよね。夜になると、あれですか、日頃の感謝の気持ちをこうギター入れます、ギター入れます、で曲をね、ということで、準備の方できましたかね。大丈夫かな。大丈夫ですか。はい、じゃあご準備の方よろしいでしょうか。じゃ星野幸則のオリジナルで、いい人生聴いてください。家族のことを考え
はいいやと諦めた。100年生きようと、もうすぐ終わろうと、楽しく過ごしたい。自分の意志だけじゃ突き進めない、現実がそこにある。25年間ギターを弾かず、稼ぐことだけの毎日だった。だからこれからはやりたいことを思いっきりやりたい。
ありがとうございました。どうもありがとうございました。いい曲でしたね。7分半くらいあったんですね、これね。改作ですよね。長かったですけど、ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。ここでまたですね、トランペット隊が入らさせてもらって、にぎやかに2曲ほどやってみたいと思いますが、ご準備よろしいでしょうか。さっきはね、北国がね、ゆったりでした曲だったんですけど、まあ、今日はクリスマスもね、近いということで、盛り上がる曲を準備いたしました。曲名はですね、青春時代ということで、皆さん知ってる方は、ちょっと見ると知ってるかなっていう方が多いような気がするんですけども、森田浩一とトップギアですよね。これも、32、3年前の曲ですけども、森田さんはピアノでね、こう弾いてたんですよね。卒業までの、ちょっと演歌っぽくね。そんな感じでね、ピアノでこうゆっくり弾いてたんですよね。で今日はそれとアレンジを全く変更しまして、リズミックな感じでね、スピーディーにね、ノリノリで、時々途中でね、テンポが落ちてることもあるんで、あるんですが、今日はそんなことがないようにですね、メンバーの皆さん、注意して演奏してください。よろしくお願いします。はい、ペットもよろしいですかね、ご準備の方は。はい、最近ね、私がちょっと引っ張ってますからね、いつもがね、はい、気をつけます。それでは、聞いてください。青春時代。残り惜しいんですが、次の曲がですね、ラストの曲になります。
題名はですね、戦争を知らない子供たち、児童図、これもですね、35年代杉田二郎さんの曲でね、有名だと思うんですが、今年杉田二郎さんも70歳になりましてね、この間インタビューでこの歌をずっと続ける人という歌っていきたいと言ってましたね。まあ、戦争を知らなくて私たち育ってるんですけども、いつまでもね、そういった環境、まあ、世界面でいろいろございますけども、日本が平和であることを祈りながら最後の曲この歌を歌ってみたいと思います。よろしいですか？いい？あ、テレビ帰っちゃった。じゃあちょっと軽くやってますかね。今まで一生懸命やってたんですけど、そこまで。え、帰っちゃったの？寂しいな。ねえ、せっかく。まあ、いや、すいません。じゃあすいません、元気になりますけど。戦争しない子供たち、よろしくお願いします。それともう一つ年内の活動でありまして、ちょうどこう、あの近いところですよね、長光寺、長岡寺と書いて長光寺なんですけども、そこで毎年イベントをしてます。イベントの名前がですね、今私が望むのはという、イベントになっておりまして、あれですよね、3月11日、震災ありましたけども、それを忘れないでいこうというのを趣旨でやっておりますが、なぜその企画が始まったっていうのはですね、この星野幸則が作曲した、この今
今私が望むのはこの曲が発端になってですね、この曲がスタートしております。星野さん大丈夫ですか？大丈夫ですか？最後ですね、この曲、まあ、震災もね経って5年ぐらいですかね、経ってますけども、人間やっぱり寂しいですけど、あの星野さん BGM そろそろやっぱね、人間なかなかあの震災の時大変だっていうのを覚えてるんですけどね、やっぱ月が経っちゃうとなかなか忘れちゃうもんですね。そんな時に星野さんは思いました、忘れちゃいけないなということで、じゃあ私が何ができるのかなと考えて、私には曲が作れるなということで、この今私が望むという曲を作りました。一生歌っていきたいと彼は申しております。それではお聴きください。今私が望むのは、今あなたが一番望むことは何ですか？今私が望むのは平凡な暮らし。
お風呂に入り、テレビを見ながら、あったかいご飯を食べてる。そして酒を飲んで、布団で眠ること、それがどれほど幸せなことなのか。今初めてそんなことに気がついた。あ、本当？あ、いいよいいよ。今終わった時にだから。あ、本当。